ごめんね。一人で寂しかったよね。お前は貞子だ。貞子の生まれ変わりなんだ。一緒だからね。生きてちゃいけないの。だからもうこうするしかないのよ。おはようございます。おはようございます。お待たせしました。調子はいかがですか？もうすっかりいいみたい。夜もぐっすり眠れるし、食欲も戻って、もう食べ過ぎちゃうくらい。よかった。顔色もいいですし、倉橋さん、最初にお会いした時とは別人です。先生こそ。
ごめんね、最初はこんなに若い人がって思ってたんだけど、今は本当秋川先生が担当でよかったなって。でも大変だったでしょ。大丈夫だった？藤井先生なんか新人に厳しそうじゃない？倉橋さん鋭い。ほらやっぱり冗談です。そんなことないです。困ったことがあったら私に言ってよ。もうガツンと言っといてあげるから。なんせこのフロアで一番長いのは私だからね。でもね、本当秋川先生には感謝してるの。だから今度お礼させて。実はね、近所に雰囲気のいいお店があって、一緒にどうかなって。もちろん私がご馳走するから。いえそんな。いいのいいの、遠慮しないで。でも忙しいか若手は。じゃあ先生のお仕事が落ち着いたらゆっくりそこのお店に行きましょう。新人に厳しいってひどいな。こんなに優しい先輩いないだろう。元気でしたよ倉橋さん。何年も入院してたとは思えないくらい。でも気をつけろよあの人。この前も手作りのクッキー持ってきちゃったんだろ。クライアントとの適切な距離感、基本だけど一番難しいんだから。はい。うん。うわっ！あー、ほーら、ほーら、やばい。カズマ？面白いんだよ。足つぼとかさ、絶対痛いよね。必殺顔面シャーだろ。自分で若いとか言って足が痛いって。ファンタスティックカズマでした。チャンネル登録よろしく。もういいです。どうか、これどういうこと？姉ちゃん、俺これにかけてるから。あ？俺さ、ずっと子供に夢が与えられる仕事がしたいって言ってたじゃん。ね、姉ちゃん知ってる？今小学生が一番なりたい職業はこのスコイメ配信者なの。学校はどうしたのよ。プログラマーになるんじゃなかったの？やめた、向いてなかった。ねえ、もう入学金誰が払ったと思ってんの？返すよ金は。いや、そういうこと言ってんじゃなくて、いい加減にしてよ。本当にこんなんで食べていけると思ってんの？チャンスなんだって。プロが誘ってくれたんだよ。プロ？ウェブマーケティングやってる人でさ、まあ、姉ちゃんには分かんないかもしんないけど、専門家がついててくれてるようなもんなんだよ。登録者も増えてるし、すげえ手応えなんだって。だからさ、姉ちゃんも応援してくれよ、頼むよ。大丈夫？どうしたの？一人？おい、ちょっと待って。
記憶障害。うん、昨日警察に保護されてきた女の子、自分の名前すら言えないって。家出でしょうか。どうもしばらく家に帰ってないらしい。どうかな気分は。昨日はちゃんと眠れた？何か思い出したことはあるかな？お母さんやお父さんのことは。お名前まだ思い出せない？大丈夫。今はゆっくり休んで、これから少しずつ思い出していけばいいんだからね。先生、ちょっといいですか。うん。こちら多摩北署刑事課の木田さんと大塚さん。刑事さん、あの女の子についてお話があります。